はい、どうも、こんにちは。今回ですけども、富士山女子駅伝上位結果速報感想をまとめということでですね。まあ、今回はですね、富士山女子駅伝、まあ、入賞しているチームとか、上位ですね、を中心に振り返りながら、まあ、各区間順位の方もですね、上位トップ8を振り返っていこうということで、まず優勝はですね、5年連続大学駅伝2冠、名城大学ということで圧倒的な強さをやっぱり見せてくれましたね。まあ、前半の1から3が1年生3人プラス、米沢さんがですね、ちょっとね、足の怪我の影響のところもあったりというか、まあ 調子が悪いというところで、無理せず、三区というところではあったんですが、まあ、しっかりですね。安定の結果というか、一、まあ、区で区間賞で滑り出して、投げ屋さんですね。千五百メートルで日本選手権も上位に入ってますし、アンダー二十の、ね、世界陸上も出ているということ。なので、やっぱり最後のスピード、すごかったですよね。前半、少しスロー気味でしたけれども、まあ、上ってはいるんでね。ある程度、スロー気味と音域やだんだん上がっていって、下りに入ってからね。猛スパートという形で、区間歴代二位ですね。 のフォータイムで走ってくるという形で、非常にいい滑り出しを見せてくれました。さすがでしたね。で、同じく1年生一松さんもですね、まあ長い距離6.8キロというところで、まあ前回のね、森の都では2区短い距離でしたけども、今回はですね、あの、富士山では2区に登場して、ここでですね、まあ日体大の山崎理沙さんですね、まあ、日体大のエースの選手ですけども、この選手がね、かなり迫ってきて、最初9秒差あったところから、2、3秒差まで詰まってきて、これ抜かれるかなと思ったんですけども、 後半しっかり突き放す走りで、しっかりね、先頭で、まあ、マイペースに走っていくというか、自分のペースで走っていって、突き放す走りで、まあ、ここでね、もう結構優勝決定づけたのかなっていうところですかね。やっぱ、米沢さんがですね、まあ、調子があまり良くなかった、大事を取ったとはいえ、区間新という走りでしたので、まあ、もうね、この1年生3人でしっかり決め切るというところが、いや、まあ、来年以降もね、盤石な体制かなっていうところですかね。まあ、でも、とはいえ、後ろにね、 頼もしい4年生が控えてるっていうところでの、まあ、走りだったと思うんですけれども、まあ、でも米沢さんがね、本調子だったらね、さらにいいところというか、長い距離で稼いでいくっていうところもできたと思うので、非常にね、素晴らしかったのかなっていうところで、まあ、周囲をね、キープしていく。で、こっからずっと周囲をキープして優勝という形でしたけども、まあ、一度もね、戦闘譲らず優勝と。で、松菱さんはですね、4区で区間賞歴代3位の記録で走ってきていましたし、まあ、山本さんもですね、10キロ区間で、 なかなかね、まあ、1500、5000のイメージがあって、まあ、今年もね、5000メートルで日本人学生記録を樹立したりとか、3000メートルでもね、学生記録作ってますけども、短い距離のイメージでしたね。まあ、ただ、ここでね、10キロ区間でしっかりね、区間賞取ってきました。まあ、各校のね、エースに勝って、10キロ区間でもね、走ってこれるというところで、歴代4位の記録で走ってますので、素晴らしいなというところですかね。そして、山本さん、小林さんはですね、ま、あ本当に、あの、首相副将リレーというか、4年生の同期リレーというところはね、非常に熱かったというところで、 山本さんもですね、あの、小林さんにね、感動的な言葉というか、ありがとうという言葉をかけて、でまあ、小林さんもね、感動してちょっとね、走れないじゃないか、みたいな話をね、されてましたけれども、とてもね、いい印象的な入れだったのかなっていうところですね。で小林さんですね、6区区間賞とならなかったんですが、しっかり3位に入ってきて、まあ、最初はね、結構突っ込んでいくというか、区間新ペースで走っていて、やっぱりちょっとね、 あの、解説でもおっしゃってましたけども、ちょっとやっぱり前世紀のトロッコというか、一番調子のいい頃に比べると、少しね、重い感じがするというところで、ちょっとやっぱね、こう、まあ私の個人的な見立てなんで、ただの素人の感想ですけども、ちょっとね、こう、上に弾んじゃってるというか、もうちょっとね、前に鋭く出ていくと、まあまたね、タイム行くんじゃないかなっていうところですかね。谷本さんですね、7区区間賞ということで、まあ上りですね、まあ全、あ、森の都でもちょっとね、アップダウンというか、あの、上りのところが4区で区間賞取って、 まして非常にですね、まあ、苦しそうな表情で、まあ、首も触れてましたけれども、終わってみれば区感症ということで、中、ま、継、あ、あでもですね、非常に足は進んでいる、苦しそうで首は振ってるけども足は進んでいるっていうことだったので、登、まあ、り,りの適性というか、 しっかりね、タフなコースでも走っていけるというところでしたね。とてもね、まあ、すごい良かったというか、まあ、これはですね、また来年以降もね、森の都もそうですけども、富士山に向けてもですね、やっぱ長い区間走れる選手がね、まあ、石松さんだったりとか、谷本さんっていうことで出てきたというところなので、ちょっと <laughs>、なかなか、これを崩すのは難しいかもしれませんけれども、どうなるかというところですかね。ちょっと2位をね、見ていこうと思います。が、2位は、 大阪学院大学というところで、関西でですね、まあ立命館が来るかなと予想はしてたんですけれども、今回はね、大阪学院が来ましたねというところで、堅実にね、大きなミスなく繋いでいくというところでしたね。まあ一区のね、プレッシャーかかる中、ルーキーのカ瀬ンさんがですね、6位で滑り出して、 で、そっからですね、ヨダさんもですね、ちょっとここ逆かなというか、ヨダさん行くかなとも思ったんですが、2区に登場して、しっかりね、結果出してきましたね。ちょっとね、富士山では1区17位という形だったんで、そのリベンジはね、できたんじゃないかなっていうところですかね、去年。ということですし、まあ、ここでね、上位につけてたのは結構良かったのかなと。で、小林さんもですね、去年は富士山2区9位ということでしたけども、直近のね、京都立教のね、3000メートルでは10分03だったので、もしかしたらと思ったんですが、調子良かったですかね。お、ま、そ、あ、らく 一とということも話してましたけれども、まあ、5位。まあ、順位を一つ落としてしまいましたが、区間5位というところで、いい形でまとめていきましたね。 で、4区の山下さんもルーキーというところながら、一つ、あ、二つね、順位を上げる走りで区間5位というところで、森山洋についてね、構想なのかなってところで、まあ、前半かですね、まあ名城もそうでしたけども、大阪学院もですね、1、2年生って下級生で固めてきていたので、まあ、来年以降もね、楽しみですかね。まあ、個人的にはねこ、後半ね、巻き返していっての、まあ、4位前後とか、その辺を予想してたんですけれども、もう前半の時点でね、4位につけているというところだったので、これとてもね、楽しみなんじゃないかなというところで、 ごくごく見ていました。ごく永さんというところで、ここはね、ごく5位。やっぱ安定してね、長い距離ではね、結果出してきますよね。まあ、去年よりはね、順位を落としてしまいましたけれども、森の都についてはね、ついで、しっかりね、上位に入ってくるという走りをしてくれました。まだ2年生ということで、これから先のね、ある選手ですので、5000メートルも15分45分持っていて、1万メートルでも32分27分というところを持ってますので、今後ね、まあ、大学駅伝会を代表する、大学女子駅伝の代表になっていく選手かなと 思っております。 そして、野崎さんですね、が4年生としてね、やっぱこう大事なロックのところでしっかりね、2位でまとめてくれましたね。流れを途切れさせずに、森の都について区間2位という形。今日はね、富士山走ってたんで、あの、7区ね、走ってたんで、富士山は7区来るかなと思ったんですが、6区走って、7区佐藤さんですね。佐藤さんすごかったですね。2位までジャンプアップというところで3位でしたね。まあ、森の都でも3区3位ということで走ってましたし、1番メーりでもですね、33分31ということでね力ある選手でした。 のでまあ来年ですね、まあ野崎さん、えー、野崎さん卒業しますけれども、まあ永永さんや佐藤さんを中心に上級生、かつ1年生の鎌田さんや山下さんというところで非常に楽しみなね、メンバーも揃っているというところではあるので、またね、あの、上位はね、まあ立命館も今回ちょっとね、1区で、あの、1区で途中当日交代というところでしたけれども、まあそこに勝っていますからね、関西としては立命館ね、アクシデントがあったとえ勝っているということなので、素晴らしいなと思っております。 3位をね、見ていこうと思ってた。3位はですね、日本体育大学というところで、日体ではですね、ま、あの、主力メンバーである、 黒田さんがですね、調整間に合わず出れないというような形でしたけれども、踏ん張って3位というところでしたね。まあ、1区のね、柳井さんがですね、まあ、1年生というところで、直近でね、5000メートルでは自己記録をね、伸ばしてきていたので、まあ、調子の良さがあって2位という形でしたね。なぎらさんがね、ペースアップしていった時に、まあ、あの、吉村さんですね、大東文化の3000メートル障害、世界陸上代表の吉村さんがついていって、まあ、そこからちょっと離れてはいたんですけども、まあ、その後落ち着いて吉村さんを抜かすというところだったので、まあ 1一年生にしてね、まあなぎらさんと同期ではあるので悔しいとは思うんですけれども、しっかりね2位に入ってくるという形でしたし、山崎さんもですね、まあ順位こそ上げれませんでしたが、果敢にね、あの、石松さんを追っていって、2位4位というところでしっかりね、まあ、仕事をしてくれました。ちょっとね、直近とか直前で調子が悪くなったところもあったらしいんですけども、本来はね7区という予定だったらしいんですが、 ま、二区に回ってきてもね、しっかりやっぱ仕事をしてくれるということなんで、ぜひね、万全の状態で、来年は森の都や富士山をね、見ていきたいな、というところですかね。で、三区の保坂さんもですね、7位ということで、ちょっとね、今季は、森の都だったりとか、その他のね、記録会とか東日本とかね、あまり出てなかった、特に後半シーズンですね。ま、インカレーのところだったりとか、関東学生が出ていたんですけれども、秋に入ってからね、少し心配ではあったんですが、やっぱりね、関東委員会、あ,あ、日本委員会ですね、5000メートル4位だったりとか、日本選手権1500メートル入賞の経験というか、 実績はありましたので、まあ今年ね。初駅伝ということでした。けれども、あのね。全国的にはね。森の都は出れなかったので、富士山が勝ということでした。けれどもしっかり7位に入ってくれましたね。ということで。まあこのね。2人は来年はねしっかり万全でね。見たいなというところですかね。 そして、斉藤美優さんが4区2位ということで、まあ、こちらはですね、良かったですよね。まあ、俺の都は2区3位というところでしたけれども、まあ、3000メートル障害日本委員会チャンピオンの静岡出身の伊豆中央高校出身の選手ということで、まあ、地元のね、静岡でね、活躍をしてくれたんじゃないかなってところで、ちょっとね、若干4区のところはですね、まあ、あの、松菱さんがね、先頭だったので、あの、どうなのかなっていう、なかなかね、 あの、迫っていくのは難しいのかなと思いましたけれども、しっかり2位というところで、ま、離されてしまいましたけれども、最小限にね、さ、とどめてくれたんじゃないかなっていうところで、ま、名城はね、独走続いてましたけれども、果敢にね、前を追っていくというところでした。で、尾形さんが5区6位ということで、ま、この選手ですね、森の港では3区ね、長い距離走ってましたし、ま、今期はですね、ま、直近のところでは日体大でね、記録会で15分42ということだったので、ま、調子よくね、乗り込んできたのかなと。ま、長い距離のところはね、ま、10キロ区間は多分初、 というところだと思うんですが、しっかりね。ごく6位ということなので、まあ黒田さんがね。出れないところは残念ではあったんですが、来年度に向けてはね。まあ、好材料というかね。 いいところなのかなというふうに思っております。で、ロック区間賞ということで意地を見せました島田さんということで、まあ、小林さんがですね、結構ね、最初の前半はいいペースでね、突っ込んでいく中、まあ、冷静にというか、まあ、島田さんもね、かなりいいペースで突っ込んでそのまま耐えていくというところでしたので、森、まあの役はね、5区16位ということでしたけれども、そこのリベンジはできたんじゃないかなっていうところですかね。非常にね、バネのある走りというか、いい走りしてくれて、まあ、5区6区のところ、大事なところは2年生、2年生ということで、まあ、斎藤さんも含めて、 で、真ん中からね、後半にかけてはね、2年生ということだったので、まあ本当にね、ここもね、日体大、名城に勝ちたいというところではあるんですけれども、ぜひね、挑んでいってほしいなというところです。で赤織さんがですね、ちょっと順位を落としてしまって、苦しい走り、後半もね、少し苦しい走りでしたけれども、 なんとか繋ぐというところで、地元静岡でフィニッシュテープという形でしたね。3位というところで、2位はね、過去最高の2位とはならなかったんですけれども、検討の3位という形でした。4位をね、見ていこうと思います。4位に関しては、全日本選抜ということで、全日本大学のね、全国の大学からのね、選抜チームということになっているんですけれども、はい。非常にね、頑張りましたよね。全日本、あの、ちょっとあの、 間違えて入ってちゃ、入っちゃってますけれども、全日本ですね。ちょっと中、修正をしていきますね。はい。 えっと、中澤さんがですね、菅谷の1年生ですけれども、1区5位ということで非常に良い,い滑り出しをね、見せてくれましたね。ここで結構ね、上位に来れたことが、この後のね、回送にもつながっていったのかなっていうところですかね。で、神戸学院のね、堀さんや、まあ、共産のヘンミさんといったね、関西勢が2区3区というふうにまあ頑張ってくれましたね。特にヘンミさんに関してはですね、6位から3位ジャンプアップということで、区間2位という形だったので、3位までね、押し上げていきまして、新潟医療福祉の星名さんがですね、 しっかり3位をキープし、で、小松さんですね、大学としてはね、出れなかったんですけれども、エース区間、10.5キロ区間では5位から3位にジャンプアップ。で、表五代のね、長岡さんもですね、3位から3位ということで、後半のね、5、6ならね、区間1桁でしっかりまとめていって、 で、で、ね、明治国際医療大学ですね、の小西さんがですね、まあ7区7位ということで、まあ1年生でね、8.3キロ区間上りのところでしたけれども、しっかりここでですね、大きく崩れずということで、非常にね、笑顔が印象的でフィニッシュでしたけれども、4位ということで大健闘なのかなというふうに思っております。では5位をね、見ていこうと思うんです5、ね、位に関してはですね、 日名関連役ということで、ちょっとね、アクシデントがありましたね。まあ、一区の村松優さんがですね、ちょっと、当日変更、まあ、足の怪我の部分で当日変更ということで、急遽ね、柳井さんですね。まあ、アンダー20の世界選手権では5000メートル競歩で、競歩で、ね、入賞しているというか、競歩の選手ですけれども、まあ、22ということで非常にね、苦しい滑り出しになってしまって、まあ、これはもうちょっと仕方ないのかなってところはあるんですけれども、20。 4位ですかね ?24 位でスタートだったので、ちょっと仕方ないところではね、あるんですけれども、ここからね、巻き返しをしていきました。まず2区2位の村松智さんがですね、10人抜きですかね。ほんと今期はね、森の都からトラックのところ、あの、関東学連のね、学連の1番メートル記録挑戦会からですね、32分27というところで、まあ非常にというか、あの、校長維持していて、 で、まあ、ここでもね、いい走りをしてくれましたね。ここでね、やっぱりね、巻き返せる力があるというところはね、やっぱり村松友さんかなと。でそして、土屋さんもですね、区間順位こそ16位ですけども、一つ順位を上げて、13位にジャンプアップをし、で、宮沢さんですね、コメント欄ではね、少し心配な声をお寄せいただく方もいて、私もね、どうなのかなと思ったんですが、区間8位ということでね、まあ、区間一桁で走ってきて、12位に順位を上げていくというところでして、その後ですね、まあ、日田さんがですね、ここでやっぱエース見せてくれましたね。 ク2位というところで、最初の5キロからね、しっかり突っ込んでいって、後半もね、大きく落ちずに、まあ、 先頭走るね、山本山さんには負けてしまいましたけれども、森宮都についてはですね、あの、2番ということで、共にね、最長区間を走って、しっかり2位でまとめてくるというところはね、素晴らしいかなというところで、まあね、長らく立命館を引っ張っていった主力選手なので、平さんが抜けてしまうのは大きいとは思うんですけれども、まあこの平ダさんの姿というのはね、村松智さんはじめね、後輩たちにね、あの、残っていったのかなというところですかね。で、福永さんもですね、5位をキープということで、6、5位という形で、 まある程度ね、森の都の選手だけではなく、走ってないメンバーもですね、しっかりね、今回、まあ、特に前半流れが悪くなってしまうというか、まあ、緊急事態もある中、しっかり結果を出していったということなので、楽しみかなと。 平岡さんですね、森の港ではアンカー2位でしたけれども、今回7区10位ということで、まあ、ここまで5位をキープして、ちょっとね、区間1桁とはならなかったんですが、12キープというところでフィニッシュですね。で、村松井さんがですね、ちょっとね、足の怪我が心配というところですかね。しっかり直して、また見たいなというところですね。では、6位を見ていこうと思うんですが、6位はですね、はい。大東文化大学というところですね。大東文化はですね、ちょっと中盤ですね、なかなか乗り切れないところがありましたが、前半と、あの、後半はですね、 非常に頑張ったというところで1区の吉村さんがですねま田、あ、切さんのスパートのところでねついていって最後ですねまあ、日体での柳井さんに抜かれてしまいましたけれども1区3位でしてそこからね藤原さんが2区14位で川島さんが3区10位ということでちょっとここでね順に落とす形になってしまいましたでただ あの、まあ、2年生と3年生ということで来年ありますから、ぜひリベンジね、してほしいなというところですかね。で、4区はね、上田さんがね、7位から9位というところで、ちょっとね、中盤のところが2区、3区、4区というところで、少しね、想定外だった可能性もあるのかなっていうところでしたし、まあ、記者のね、川瀬さん1年生ということで、大東文化、静岡、静岡東中学出身の静岡勢ですけれども、まあ、1年生でね、10.5キロということで、ね、力あるところはね、チーム内でも認められている証拠かなと思うんですが、今回ね、15位ということで、 まあ、順位もね、11位まで落としてしまうというところでして、まあ、ここをね、ちょっと悔しかったと思うんで、このね、経験、1年生で10.5キロを任せられたというね、非常に貴重な経験はですね、次に活かしてほしいなというところで、地元ね、静岡のこの経験をですね、来年以降の飛躍につなげてほしいなと。まあ、高校時代はね、少し、あの、記録的にはね、伸びなかった時期も多かったので、ぜひぜひ大学ではね、また、再度ね、全国区の選手になっていってほしいなというところですかね。 そして、6、8位は鈴木さんということで、ここからね、しっかり挽回をしていきまして、ここでなんとかね、あの、大きく崩れず、鈴木さんがですね、走ってきたというところがね、まあ入賞に繋がっていったのかなというところですし、山賀さんがですね、7区4位ということで、11位から6位までジャンプアップという形で、ま山のね、区間、ま山賀さんもね、去年、 もう7区3行そのまま7区2ということだったので、まあ得意なね、区間というか、本当にね、山賀さんにとってはですね、庭みたいなところだと思うので、ここでね、順位アップしていたというところで、やっぱね、まあ箱根とかもそうですけど、特殊区間というか、登りがきつい区間ではね、順位変動大きいなというところですかね、というところで、まあ1年生中心にね、長い距離のところを組んだりとか、真ん中の区間もあったりしたんですけど、やっぱ最後はね、4年生がね、1区、 7区というところでしっかり仕事をしていったというところですかね。では7位をね、見ていこうというところなんですが、7位はですね、上西大学というところで、上西はですね、まあ、1区のね、静岡出身の金子さんがですね、頑張りましたということで、1区4位ですね。まあ、前半はね、なぎらさんや吉村さんと一緒にね、こう先頭をね、引っ張る場面もありましたけれども、ちょっとね、ペースアップというか、なぎらさんのね、最後のスパートにはついていきませんでしたけれども、1区4位でね、まとめてくれました。 森の都についても森の都について区間5位内という形ですね。で、渡辺さんがですね、4位から8位になってしまうというところではあったんですが、ここからですね、高橋葵さんですかね、森の都ではね、最中の区間を務めましたけれども、ちょっとね、まあ3キロ区間だったので何かあったのかもしれませんが、まあ2位タイということで、8位から4位にね、流れを変えてくれまして、で、村上さんもですね、4位から3位で区間6位という形でしたね。で、伊藤さんですね、まあ粘って3位から8位ということで、入賞ギリギリのところまで落ちてしまいましたけれども、 ね、粘っていくというところでしたね。はい。で、ちょっとね、福島さんですね、が、ここ8位8位ということで、森を見学4区5位だったので、もう少しね、上の順位でも走ってもっていうところではあったんですが、なんとかね、入賞はね、守るという形になってきましたね。はい。 そして藤村さんですね、が8位から7位という形で一つ順位を上げるというところでした。まあ、要はですね、まあ、あの、ある程度ですね、上位に来るというふうにはそうしていて、まあ、入賞ということだったので、まあ、まだね、上位の壁は厚いかもしれないんですけど、ぜひね、5位以内とか、そういったところもね、狙っていって頑張ってほしいな。 っていうところですかね。やっぱり金子さんですかね。私個人的にはやっぱり、浜松ス立高校ですね。指導官。私の地元もハマスというところで、まあ、中学校もね、実は結構私学区が非常に近い、あの、中学校だったので、非常にというかね、あのー、ま、親しみを持ってるというか頑張ってほしいなっていうところなので、ま、ぜひぜひね、期待していきたいなというところでお伝えをしていきました。ではですね、8位をね、見ていこうと思います。8位はですね、最後、入賞争い非常に熾烈で、関西大学がね、勝ち取りましたね。 9位のね、拓殖大学とはね、まあタイムは、タイム上はね、あの、同じタイム、2時間27分50というところではあるんですけども、非常にいい形でですね、勝ち取ってくれましたね。ガセではですね、ちょっと近藤さんがですね、7区は、えっ、ー、と、12位ですかね、12位で31分08というところで、あの、フィニッシュをしております。はい。で、えっ、ー、と、7、 ロックですね。ロックは関西大はですね、14位ですね。有田さんが14位ということですね。ちょっとね、ごめんなさい、ないんですけれども、有田さんが14位という形で、まあ、あの、最後ですね、まあ、バチバチに競り合っていったというところではあったんですが、 が、ま、最後、一瞬ですね、中継では8位拓色ということでしたけれども、しっかり8位確保していくというところで、ま、森の都でもね、しっかり8位というか確保していて、あの、今年はですね、飛躍の1年だったんじゃないかなっていうところですかね。ま、特に磯野さんですね、5区では3位という形で、13位から6位。ま、平さんのね、5本抜きが取り上げられてましたけれども、磯野さんもですね、13位から6位という形で、 いやー、頑張りましたね。ここで、しっかり順位を上げれたというところが一つ大きかったと思いますし、一個もですね、ま、木下さんが8位で滑り出すということだったので、まあ、磯野さんね、来年まだありますから、森の都でもですね、長い距離の区間で、またね、いい走りを楽しみにしていきたいなというところで、関西でですね、まあ、大阪学院も、立命館、そして関西大というところでね、3つチーム入ってくるというところだったので、とてもね、検討したのかなと、入賞圏内に3つと。 いうことでした。で、9位はですね、拓殖大学というところで、まあ、タイムはね、同じタイムなんですけれども、着差ありという形で、最後ですね、まあ粘って、あの、あのー、荒井さんはですね、 関西大学の選手が抜いてというところでしたけれども、まあ、荒井さんですね、7区では2位ということで、12位から9位という形で、1年生ですね、上りのきつい区間ということでしたが、しっかりジャンプアップをね、してくれましたね。ちょっとね、あの、やっぱ不破さんがいないというところではあって、心配はあったんですが、まあ、入賞まであと少しというところまでですね、まあ、下級戦中心、1年生4人のオーダーで、あの、8位ギリギリというところ、まあ、9位でしたけれども、入賞のところまで来てくれましたね。まあ、真ん中のね、 やっぱり牛さんですかね。肉のところで走ってきた牛さんが、まあ地元静岡ということでラストレースでしたけれども、しっかり肉6位ということで、やっぱ安定してね、結果出してきますよね。あのー、森の都でも1区4位でしたし、富士山もですね、まあ2年連続区間1桁というところではあるので、やっぱね、やってくれましたねというところでしたし、 ま、一年生のね、二人、真ん中走った三区四区の池主さん、山田さんもですね、区間8位以内というところで、ま、一年生ですね、ま、共にね、大学駅伝デビューということではあったんですけれども、回想をね、してくれたのかなと。で、五区六区のところはね、少し区間二桁になってしまいましたけれども、ま、門脇さんがですね、なんとかね、粘ってというところでしたし、やっぱ、近藤さんもですね、ま、12位から12位ということで、順位を上げれなかったですけれども、踏ん張って踏ん張ってというところで、新井さんにつないでいき、新井さんがですね、7区2位という形でね、 足、押し上げてくれました。ま、荒井さんはね、1年生で森の都はね、体調不良で出れなかったというところではあったんですが、ここでね、8.3期の上りの区間で適正があるというところを見せてくれましたので、来年にね、本当につながるような駅になったのかな、というふうに思っております。ではですね、区間順位全体的に振り返っていこうというところではあるんですが、 関係に関してはですね、まあ1区からこうずらっとですね、8位までちょっとね、中心に振り返っていこうというところではあるんですけれども、まあ東北福祉ですね、入賞とならなかったんですけれども、1時はね、3位に上がる素晴らしい活躍を見せましたね。ですし、2区に関してはですね、 やっぱ金沢さんですよね。15分53を持っている東北のね、選手ですけれども、7位から3位まで上がってくるということで、非常にいい走りをね、してくれましたし、まあ、福岡大学の末永さんもですね、2区8位という形でしたね。はい。3区に関してはですね、 まあ先ほど紹介した、まあ変さんもそうですけども、中央大学の南さんがですね、ルーキーで3区4位ということで、ルーキーがね、活躍した区間、まあ短い距離だったので活躍した区間かなというところで、3.3km 区間では4人中ね、上位4人中3人が1年生というところでしたね。 10年のね、吉井さんもですね、5人抜きという形でしたし、4区に関してもですね、まあ、東洋大学の佐竹さんや小林さんですね、玉川の小林さんが5人抜きというところで走ってきました。で、あの、あれですね。 肉区の区間賞、すみません、話をされました。肉の区間賞は北川さんというところで、17位から7位にジャンプアップということで、10人抜きをしてくれましたね。まあ、明治大学はですね、オール区間賞で優勝するかなっていうね、声もね、コメント欄とかになったんですけども、早々に北川さんがですね、二区区間賞を取って、それを止めるという形で素晴らしかったですね。やっぱね、粘りの走りができる選手ということなので、思うとこう、追っていく区間というか、追っていく展開としてはですね、やっぱ得意なのかなっていうところですかね。すみません、ちょっと話を忘れてしまったので、肉区を追加しました。 で、5区はですね、先ほど話したメンバーも中心ですけども、まあ、順天の小暮さんもですね、5区7位というところ、竹内さんも5区8位ということで、1桁ね、入賞圏内というか8位内に入ってきていて、で、あとアンカーはですね、長岡さんが先ほど紹介した通り6区4位でしたし、まあ、鈴木さんも6区6位ということで、大阪芸大ですね。で中央のね、相イさんも6区7位というところでした。で、 7区に関してはですね、関西大学の矢尾さんがですね、7区5位ということで、まあ、3人抜きをしてくれましたし、東京農業の川田さんもですね、5人抜きという形でしたね、というところです。まあ、ざっとですけれども、上位を中心にお伝えをしていきました。まあ、全体の順位としてはですね、ちょっと今見ていこうと思うんですが、こんな感じになってますね。名から始まって、先ほどの拓殖まであり、大阪芸大も10位、東北区市11位、順天、中央、関西外大、玉川、アジアというふうに続いていって、 福岡大学ですね、ちょっともうちょっと上の順位かなと予想はしてたんですけれども、また次ね、頑張っていってほしいなというところでお伝えをします